はい、皆さんこんにちは。日本の大学全部行った男、山内泰司です。今日は理系学部の選び方ということで、名古屋工業大学の高木茂先生からお話をお伺いします。先生、本日はどうぞよろしくお願いします。名古屋工業大学の高木です。これこちらよろしくお願いいたします。先生、高校生ってだいたい2年生の時に文系理系って分かれていく学校が多いんですが、はい、じゃあ理系を選んだ場合どんな学部が良いのかということで悩む人が非常に多いので、何か先生の方でですね、教えていただけないものかと思いまして、まあ、そもそもじゃあ文系理系何が違うのかっていうところなんですけど、はい、文系は人間について研究する学問中心になって、はい、まあ、よく言うんですけど、理系っていうのは物について研究する学問だと。ただ、はい、なんか物落ちた時ってすごくこう無機質なものばっか考えちゃうんですけど、実は理系の中でも人間を対象にする分野があって、まあ、いわゆる医学部、歯学部、薬学部、うん、そういう世界があります。で、物でも、例えば機械とか電気だと、なんか部品とかそんな感じですごい無機質ですし、情報だと数字ですよね。はい。そういう感じなんですけど、生物と書いて僕らよく生物と読むんですけど、うん、生きてても死んでてもいいっていう意味。でそう使うんですけど、バイオ系っていうやつで、それは農学部ですとか理学部の生物系とかで、これはちょっと物といっても生きてるそういう生物系のものを扱うので少し感じが違う。なので工学部でもバイオ系っていうのは最近力を入れてきてるので、まずその辺で自分が物の中でどの辺に興味があるのかというのは一つ押さえてみるといいかもしれないとは思います。よく私が質問されるのが、理学部と工学部の違いがよく分かりませんということなんですが、これはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。僕自身は理学部の出身で今ここにいるわけですけど、はい、理学部っていうのはよく基礎研究って言います。でもそれじゃなんかよく分かんないですね。それで市民の研究探究とかいう言い方もするんですけど、簡単に言うと0から1を生み出す、何も分かってないところからどういう仕組みで起きてるのかなというその原理を明らかにする、それが理学部だと。ただ見つけ出したことが何の役に立つか分からないわけです。うん、役に立たないかもしれない。で、工学部とか農学部というのは実学、要するに役に立つことをしなくちゃいけないので、理学部の人が見つけてくれたたくさんの位置の中から役に立ちそうなものをピックアップして、それを10とか100にする、まあ、必ずうまくいくとは言いませんけれども、そういう形でアプローチしていくというのが工学部ということになります。例えば化学、化学とか情報化学ですと理学部にも工学部にもあるんですけど、これはやってることは違うんでしょうか。化学に関しては実はあんまり大きな差はないです。うん、最近昔は工学部というのはバイオ系をやらない、生物の関係の授業もほとんどないというのが特色だったんですけど、はい、今はもう工学部も理学部もどちらもあるのであんまり差がない。あんまり差がない。はい、情報に関してはただかなり大きな差がある場合があって、はい、もともと人工知能というのはあれは理学部から派生したものです、ね、理学部の数学からできたものなので、はい、例えば東大ですと情報科学科、理学部の情報科学科に人工知能を置かれていて、はい、で工学部にあるっていうケースがありますから、そこだけ注意していただければいいかなと思うんですけど、おそらく理学部の情報系といったらば基本的には人工知能が多くなる。うん、やっぱハードウェアを絡めたなんかそういう話が多くなるというふうに単純に言っちゃっていいのかどうか分かりませんけど、そういう感じだと思います。理学部と工学部で就職先ってだいぶ違うんでしょうか。これはちょっと厳しい言い方になって申し訳ないんですけど、工学部はまあ普通にメーカーに行きます。うん、メーカー。で、まあ、強いて言うと、今、高校の先生の資格取れるところが減ってしまったので、教員っていう選択肢があまりなくなってるんです。教員はあまりないと。はい。で、理学部の場合は、実は東大とか京大とか阪大クラスになると、それは普通にいろんなところに行きます。メーカーでも何でも。で、ところが、まあ、理学部、下の方になってくるとやはりなかなか数学とか物理系直接活かせる職場が見つからないので、教員とかいう形が多くなってくるかとは思います。なるほどですね。数学だからといって就職先がないというわけじゃなくて、はい、とかその辺にはいろいろと就職はしてますから、
まあ、そういう点で全然ないとか、そういうふうに考える必要はないと思うんですけれども、はい、国立大学ですと、多くの学生が大学院まで進学して学ぶイメージがあるんですが、やはり理学、工学は大学院まで行って勉強した方が良いんでしょうか。そうですね、最近の科学技術の進歩というのはものすごく激しいので、今4年間で教えきれないという事実上の状態になっています。ですから一昔前ですと、卒業研究終わった状態で会社に入っても十分通用したんですけれども、今知識が足りないということが、まだ扱ったことのないものがたくさんあったりとか、そういうことがあるので、やっぱり大学院まで行ってないと、少なくとも研究関係、専門職みたいなものはつかしてもらえないということになっていると思います、はい、ただ中小は必ずしもそうではないわけですけれども、冒頭でバイオを学びたい場合に理工のいろんな選択があるというふうに先生おっしゃったんですが、農学部と工学部の違いってどんなとこですか。もともと生物の要素が工学部で大きく入っているのが農学部、一言で言っちゃうそうなんですけれども、ものづくりをやるときにスタイルがだいぶ違います。はあ、工学部っていうと自分の手で全部作っていく、まあ、例えば機械ですと部品を加工して作って、それを組み立てていってロボットとかなんとか作る。でところが農学部はそれを植物とか微生物にやらせよう、まあ、簡単に言うと昔で言う発酵ですね、うん、からアルコールを作ったりとか乳酸を作ったりとか。でところがそれいくら品種改良やっても思い通りのものをバクテリアが作ってくれるかどうかわからないという部分があるので、効率は非常にいいんですけど、なかなか成功するのが難しい。で最近は遺伝子工学を利用してバクテリアの DNA 書き換えちゃって自分の思い通りのものを作らせようっていう研究も増えてきているので、実を言って農学部と工学部の差がだんだんなくなってきてるだと思います。一方で理学部なんですが、数学科、物理学科、化学科といった名前は高校にもありますから、イメージが湧きやすいと思うんですね、はい、で一方で例えば東大、名古屋大、大阪大学、どこでも数学科、物理学科ありますが、これらの研究の内容とか学部の構成というのは大学ごとに随分違うものなんでしょうか。あんまり大きな差はない。例えば例えば明大とおそらく大阪大学の違い、一言で言ってしまうと実は地学がないんですね。どちらが、大阪大学には地学の学科がない、はい、でちょっとそこが変わってるなと思って知る、なんかいろんな物理とかいろんなところに散ってる感じになりますし、うん、東大はもうものすごく細分化されてます。ですから例えば天文学科があるっていうのはおそらく東大ぐらいしかないと思うんですけど、そういう意味ではただじゃあ普通に天文やりたいって言ったら物理学科に行けば大体天文の研究、物理学科で天文ができると、はい、やってる人が多いので、はい、おそらくそちらに進むことになると思います。ですから学べることに差がそれほど大きく分かれてるわけではないんですけど、その学科の名称と中身をよく調べておかないと思い通りのことを学べなくなる危険があるのはやっぱり理学部でも一緒だと思います。東大ですと地球惑星物理と地球惑星環境の違いが素人には全然わからないんですが、実は昔から地球物理っていうところがあって、これはまあ例えば地震研とかそういうところであれなんですけど、最近僕も実を言うと地球惑星環境自体細かいことは知らないんですけど、はい、温暖化の研究とかだいぶしてるっていうのは聞いてるので、少しなんていうんですかね、昔は地球の動き、地震とか本当に物理だけを使ってやるという学問だったのが、物理以外の科学とか生物とかいろんなものを取り入れて、その地学をもう一回見直そうというのが地球惑星環境になるんだと思います。なるほどですね。あとはですね、理工と違って農学部って普通科高校の生徒のイメージがよりこうイメージが湧かない分野だと思うんですけど、なんか農業のイメージしかないんですが、農学部が扱う領域って他にどういったものがあるんでしょう。僕自身フィールドという言葉をよく使うって得意分野、得意分野のフィールド重ねてるんですけど、東海地区とか中心周りの大学見ると、例えば三重大学っていうと唯一演習船持ってます。水産がある国だと、はい、あでそれに対して岐阜っていうのはまあ山しかないですから、なくて逆さまに言うと獣医がある。獣医さん、はい、あの
畜産、水産ではなくて畜産が強い。畜産。はい。で、信州大学っていうと今度は、じゃあ、海もなければ、まあ、獣医もないわけです。ないですね。やはり、山が非常に多くて、高度2000メーターのところに演習所とか持ってるので、高山とかそういうのが得意になる。うん、静岡はっていうと、これ、園で、お茶とかみかんの地。園芸、はい。ですね。で、じゃあ、鳥取はっていうと、もう典型で、まあ、聞かなくてもわかるかもしれないですよ。梨の研究だったりとか、梨たちに非常に強いという具合に、で、神戸は、どうしてそういう経緯になったかよくわからない。昔からですけど、食料生産全般が得意。各大学のすごい個性が出てます。だから、偏差値だけで選ぶと失敗するのが農学部になると思う。ああ、偏差値だけじゃなくて、その大学や地域とか、まあ、扱う食べ物とか、その森だったり海だったりっていう強みをよく知った方が良いということなんですね。同じ子バイオといっても非常に領域が広いんですね。やっぱり三重っていうとバイオってもやっぱり水産。水産が強い。そういう。はい。バイオ生物強いですし、自分になるとやっぱり、まあもともと獣医関係のそういうのになってくると。で、静岡がなぜ園芸にさせられてるかっていうと、うん、これは米の研究は新潟とか東北だから、別に静大が選んでも、静岡は温暖な気候を利用して、そういう独特のものをやってほしい。まあ、もともと国策でこういうのは決められたという話です。まあ、それぞれの地域に合った形の研究分野になってるということなんですね。さて、高校生の皆さん、理系に行くときに、いわゆる医学、歯学、薬学といったような医療系は仕事のイメージがすごく湧きやすいので、まあ、今日は長くは触れませんでした。一方、まあ、どちらかというと基礎的な学問である理学部、工学部、農学部についての違いを高木先生からお伺いしましたので、あとは皆さんの方で、まあ、志望の大学や各学科の教育、研究内容などよく調べて志望校を選んでください。高木先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。またメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。